アンソニー・マイケル・バルバロは、アメリカ合衆国、ニューヨーク州スタテンアイランド出身の元プロ、野球選手、警察官。宇と右みぎち。2005年の MLB ドラフト12巡目で、シアトル・マリナーズから指名され、8月26日に契約。2006年、ルーキー級アリゾナリーグ・マリナーズで、プロデビュー。5試合に登板し、0勝2敗、防御率1.64だった。 2007年は A 級ウィスコンシンティンバーラトラーズで22試合に登板し4勝11敗1セーブ防御率4.69だった2008年は A 級ハイデザートマーベリックスで30試合に登板し3勝9敗防御率7.12だった2009年は A 級ハイデザートで8試合に登板後5月に AA 級 ウエストテダイヤモンドジャックスへ昇格。36試合に登板し、4勝3敗8セーブ、防御率2.82だった。オフの11月20日に、マリナーズとメジャー契約を結び、40人枠入りを果たした。2010年2月26日に、マリナーズと1年契約に合意。3月16日に、AQ ウエストテへ配属され、開幕を迎えた。 開幕後は AA 級ウエスト店で31試合に登板し、1勝3敗、9セーブ、防御率3.20だった。7月にトリプル A 級タコマレーニアーズへ昇格。19試合に登板し、防御率5.26だった。9月22日にメジャーへ昇格し、9月24日のタンパベーレーズ戦でメジャーデビュー。二点ビハインドの八回裏から登板し、一回を 無安打無失点1死92奪三振に抑えた。続く2試合ではいずれも失点し、4度目の登板となった10月3日のオークランドアスレチックス戦では、同点の6回表から登板したが、1死しか取れずに安打1失点で途中降板し、メジャー初黒星を起死した。この年は4試合に登板し、0勝1敗、防御率11.25だった。 2011年1月3日にリーフとなった。2011年1月13日にウェーバーでアトランタブレーブスへ移籍した。2月22日にブレーブスと1年契約に合意。3月17日にトリプル A 級グーインネットブレーブスへ配属され開幕を迎えた。7月28日にメジャーへ昇格。リリーフとして7試合に登板していたが、 ブローンセーブを記録するなど、救援失敗が目立ち、8月14日に、トリプル A 級グーイネットへ降格した。登録枠が拡大された9月1日にメジャーへ、再昇格した。この年は18試合に登板し、0勝2敗、防御率2.63だった。2012年3月2日に、ブレーブスと1年契約に合意。4月2日に、 強金の故障で15日間の故障者リスト入りし、4月25日に故障者リストから外れたものの、トリプル A 級グーイネットへ降格した。6月13日にメジャーへ昇格。7月14日のニューヨークメッツ戦では、2点ビハインドの8回表から登板し、1回を1アンダム失点に抑え、直後の8回裏にブレーブスが3点を取り逆転したため、 メジャー初勝利を挙げた。しかしその後は防御率5点台の状態が続き、7月23日にトリプル A 級グーイネットへ降格した。その後はメジャーに昇格することはなく、この年は12試合に登板し、1勝1敗、防御率5.40だった。2013年は自身初の開幕ロースター入りを果たし、自己最多の62試合に登板。 3勝1敗1セーブ、防御率2.82だった。2014年2月25日に、ブレーブスと1年契約に合意し、開幕ロースター入りした。開幕後は61試合に登板し、3勝3敗、防御率2.63だった。オフの12月15日に、ディーフとなった。2014年12月17日に、 アーロン・クルークスとのトレードでボストン・レッドソックスへ移籍した。2015年は9試合に登板し、0勝1敗、防御率4.09の成績を残し、5月3日にウェーバーでシカゴ・カブスへ移籍した。だが、右肘いの損傷が発覚し、5月24日にレッドソックスに返還となった。オフの12月15日にマイナー契約で再契約した。 2016年は、参加のトリプル A 級、ポータケットレッドソックスでプレーしていたが、6月19日に引退を表明した。2016年12月9日、ニューヨークニュージャージー港湾校舎の警察学校を卒業し、警察官に転身した。ありがとうございます。